はい、皆さんこんにちは。今回は腹筋をしているけどもお腹がへっこまない人、もしくはお腹をへっこましたいけどどうしたらいいのかわからない人に向けた動画を紹介します。で、まずですね、一般的な腹筋というとですね、手は頭の後ろで膝を曲げて、このような腹筋を皆さん一般的にやられていると思うんですが、もちろん今ので腹筋は少しはつくんですが、お腹をへっこましたい人というのが今回のタイトルですので、その場合はとても呼吸をしっかり吐く腹筋を意識しなければいけません。ですので今みたいにこのように動く腹筋というのはあまりお腹を引っ込ます腹筋ではありません。ではどうすればいいのかと言いますと、このまま息をしっかり吸って、途中で体を止めてですね、息を吐き切ります。息がなくなったら寝ましょう。で、この息を吐くときにしっかりお腹をとにかく引っ込めてください。お腹にある空気を全部出し切るつもりでしっかり息を吐きましょう。ではしっかり吸って、息がなくなったら寝ます。でもう一度いきます。といった感じで寝ます。今のがもし体が全く起こせれない人っていうのはですね、逆に足を少し上げた状態で息を吸って、お腹をしっかり引っ込めます。で、この時に腰の部分がですね、反らして、ここの腰に手が入らないように腰の隙間を埋めて足を上げるのがコツです。もし足を伸ばしてここが浮いてしまう人というのは、足を少し曲げてですね、ここの腰が一回つくことを確認して、ついたまま足を伸ばしていってください。で、あんまり下まで下ろしてここの腰が浮いてしまうようなら、腰をつけて腰がついたままの位置、ここまで下げちゃうと腰が浮いちゃうけど、ここなら腰がついてますよっていう場合なら、この位置で腰をつけたまま息を吸って、お腹を押さえながら、で、吸って、というふうに行ってください。とても簡単な腹筋なんですが、腹筋を動かす表面の腹筋を使うのではなくって、腹横筋というお腹を引き締める腹筋を使わないとお腹は引っ込みませんので、今みたいにですね、息をしっかり吐き続けるという腹筋を行ってみてください。ですので、もうとにかく手は頭の後ろでせっせこせっせこ起きるような腹筋をやっていてもですね、逆にお腹が出てしまう人もいますので、そういった腹筋から息を吐き続けるという腹筋にチェンジしてみてください。回数ですが、息を吸って吐き続ける、で、息がなくなったら1回ということを10回を目安にですね、3セット行ってみてください。これでですね、ぜひお腹がしっかり引っ込んでくることが分かってきますんで、ぜひですね、腹筋の種類を変えて行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。